はい。じゃあいつもお世話になっております。はい。ジャングルジムスポーツの会長の小川会長です。はい。はい、です。よろしくお願いします。今日この YouTube をご覧になっている方に、はい、ジャングルジムはどういう特徴を持ったジムなのかなみたいな、どういうトレーニングが体験できる、はい、実践できるジムなのかなみたいなところをちょっとお伝えいただいてもよろしいでしょうか。わかりました。もちろんですね、初心者の方も全然来ていただいてもいいんですけども、本格的にトレーニングしたい方っていうのは、僕自身がマイク・メンツァーっていうのが方が大好き で、うん、でマイク・メンツァーのヘビーデューティートレーニングっていうのをベースに、で、僕なりにいろいろ研究とか実践の中から作り上げていったというか、そういうトレーニングを皆さんに体験してもらえるような、トレーニング施設ですね、はい。今出てきた中で、はい、そのマイク・メンツァーさんのヘビーデューティートレーニング、はい、これをその、簡潔に言うとどういう内容のトレーニングになるんでしょうか。そうですね、体を発達させるためにはいろんなアプローチがあると思うんですけど、マイク・メンツァーさんの場合はとにかくですね、こう無駄を省いて、その集中、その1セットにどれだけエネルギーを注入できるか、でそこでそのトレーニングの強度、インテンシティをこう上げることによって、トレーニングのエフェクトですね、効果っていうものを上げていくっていうところになるのかなと思いますね。はい、もう先ほどその、初心者の方とかでもその実践が可能というか、はい、そういう会員さんもいらっしゃるような話もあったんですが、はい、その辺 の、 そのトレーニングだったりの習熟度っていうのはあまりやっぱり関わらず、どういったレベルの方でも、実践体験はできるものであるので、そうですね、トレーニングする側ですね、トレーニー の、 そのレベルにもよるんですけども、その気持ちであったりとかレベルであったりとかすると思うんですけど、僕らはできるだけそれに応えるっていうのが仕事だと思ってますし、任務というかね、だと思ってるんで、その思いとかそういったところにこう僕らが受けていくっていうような感じですね。だから別に初心者だからって受け付けませんよとかっていうのではなくて、体力とかそういったもののレベルに応じた指導の方は一生懸命させてもらってます。はい、ありがとうございます。私自身実はこういう話を、聞きながらなんですが、はい、ここのジムに、所属をしてましていつも本当小川会長にご指導いただいてる身でなんですけど、やっぱりトレーニングを最初に、私がこのジムに入った時はそこでトレーニングを体験させてもらって、かなりそのトレーニングのあり方みたいなところ結構ガラッと変えられるようなインパクトがある体験ではあったので、そういったところで、私が実際指導を受けてる中での感想なんですけど、例えばそのトレーニングにあたって、コンテストに出てる方もそうですし、そうじゃない方もそうですし、何かしらこう伸び悩みみたいなのがあるような方であれば、ちょっとその体験して、実際そこにこう実践していくことでの発達っていうのは大いに期待できるのかなという感覚は非常にあります。ありがとうございます。はい、あと大事なこと一つ、お伝えしたいんですけど、ここのジャングルジムだと、ビーレジェントプロテインの販売が行っていただいてますので、そうですね、ビーレジェントプロテインがこう店頭に並んでる数少ないジムですので、大阪駅から一駅のところでアクセスも非常にいいので、今すぐにというか店頭でビーレジェントを買いたいなという方は、塚本駅、の商店街の中にありますので、そこに、足を運んでいただければ、そのプロテイン買うっていうだけで来ていただくのもありですか。もう全然そういう方もいらっしゃいます。はい、大丈夫です。はい、であればそういったことも含めて、ぜひお立ち寄りいただけたらかなと思います。はい、他に何かお伝えしたいことも。そうですね、プロテイン買いに来ていただいたついでに、僕はもし手が空いてたら、なんかトレーニングの質問なんかも気軽に受け付けますんで、忙しかったらすいません、ごめんなさい。はい、はい、というわけで、小川会長でした。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。